先日連夜の安倍政権の暴走を止める尊い活動、ご苦労様です。私たち宗教者は教団教義を超えて平和を守る一点で共同共闘しています。キリスト教、イスラム教、神道、新宗教、仏教、各宗各派の有志が立ち上がって安倍首相の平和憲法を破壊する暴挙を許さないぞと国会前で座り込みを続けています。この共謀罪はすでに何度も説明されているように合意という主観を処罰の対象とするものです。これは憲法第19条思想及び良心の自由、憲法第20条信教の自由を脅かす憲法違反の悪法です。私たちは廃案を求める宗教者声明の中で政府捜査機関の恣意的運用で一般市民が監視捕獲される恐れが十分にあると指摘しましたが、その後の国会審議でこの危惧が払拭されていません。むしろますますその危険性が浮き彫りにされています。この法案が成立すれば私たちの言論、思想、内心、信仰の自由が権力者によって監視され、束縛、介入、抑圧、行為とされる時代が現実に到来するでしょう。あの治安維持法下の戦中社会を思い起こせば誰にでも容易に予想されることです。事実、あの特攻の監視社会の中で多くの宗教者、信徒、団徒が反政府活動をしたとの理由で弾圧を受け殺されております。先ほど海藤弁護士から話がありました。公明党を擁する宗教団体、創価学会の前身創価教育学会を創立した初代会長牧一常三郎氏は、教育直後の国家体制に反対し国家神道の大麻を拒否して不敬罪並びに治安維持法違反容疑で昭和18年逮捕され、翌年過酷な取り締まりの最中獄中で病死した事実は歴史に刻まれております。創価学会公明党の原点はここにあるはずです。この会場にも創価学会の会員が集まっております。ところが学会の本部や公明党の幹部は相変わらず安倍政権にべったりで一心同体。なんと初代会長を虐殺された治安維持法復活にも進んで協力するという自らの存在意義を放棄するような愚かな行動をとっております。公明党にも血迷うな純真な創価学会会員とともに公明党に訴えます。私たち宗教者は安倍政権の戦争をする国づくりに